シジェキックス、ブレーキンってこんなにかっこよくて、楽しめて、魅力があるんだって、選手団の騎手、競技の顔としてメダル超えた満足感、パリオリンピック。メダルに届かなかった男子のシジェキックス、中井茂幸は爽やかな笑みを浮かべた。自分の全力は出し切れた。日本選手団の騎手を務めるなど、顔として挑んだ大会。悔いの色はなかった。 準決勝で優勝したカナダのキム、ダンサー名フィル・ウィザードに、3位決定戦では昨年の世界王者で米国のモンタルボ、同ビクターに敗れた。アスリートとして連磨した肉体で幸福かつ鋭いステップ、回転で勝ち進んだが、好敵手と比べ独創性で劣った。ジャッジが決めた勝敗っていうのは文句を言うところでは全くない。最大限出して、ぶつけて、 嬉しかった。昨年末には NHK 紅白歌合戦に出演するなど競技の広報役も担った。ブレイキンってこんなにかっこよくて楽しめて魅力があるんだって。気づいてもらうきっかけが確実に増えた。メダルは手に入らなかったが大きな財産を得た。写真は AP。